こんにちは、レルです。今日はボタンバッシャーズ最後ということで、ボタンバッシャーズのね、動画をもう一回撮っていこうと思います。先週、初心者用の動画みたいなのを出したんですけど、まあ、今回はね、一週間僕も結構練習して、いろんな技とかね、まあ、こういう立ち回りがいいとかね、いろいろね、また発展してるんで、今日は記録用としてね、動画を撮っていこうと思います。で、今一応ね、日本サーバー1時40分、深夜1時40分なんで、マッチしましたね。マッチするか微妙な時間帯やったんですけど、マッチしました。で、まずはね、初動ですよね。まあ、初動ね、頑張って早くするしかないんですけど、まあ、負けちゃったらね、初動負けたらかなり、やっぱり、その次もね、負けやすい気がするんですよね。で、やっぱり最初のね、2点3点を取れたらすごい有利になって、まあ、ボタン待ちとかもできるんでね。まあそうしたいところなんですけど、まあ初動はね、頑張って勝つしかないって言うんですけど。まあ最初ですよね。絶対ね、滑り込んだ方がいいです。ここ踏んで、はい、はい、滑り込んで、ほら、こうやって2点とか取っていったら、やっぱりね、でかいんですよね。3点、4点。まあここら辺は運かもしれない。よいしょ。でね、風はね、基本的に乗りましょう。で、風ついてるやつは乗れないんですけど、この風がね、起動してないやつね、基本的にこれは乗って、次のボタンを頑張って踏みに行った方がいい。よいしょ。で、しっかりね、視点をできるときに内側に向けて、あ、敵諦めたね。諦めちゃったけど、まあ、こう風乗って、まあ、これはちょっと遅いかもしれんね、もしかしたら。で、こっちやね。よいしょ。で、またそっち。で、風乗れないときはもうしゃあない。もうすぐに走っていく。で、これね、ちょっと早めにダイブ入れると、こうやってね、めちゃくちゃ早くあっち行きます。あ、もう一回行ってくれてありがたい。で、ここもね、ここもちょっと早めにダイブ入れて、こう、ちょっと加速つけながら行くと、めちゃくちゃ早く対面のボタンを押せに行きます。押しに行けます。これはね、ちょっと、新しい技かなって思うんですけど。で、こっちはね、しっかりね、ほとんどのボタンを見えるようにして、視点で。よいしょ。お、これすごい。点数めっちゃいくんちゃうかな。よいしょ。あー、そっち行ったらよかったね。さあ、33点ギリいけるか。なんの競技かわからんけど、33対0です。で、今の敵はね、あんまり戦ってくれなかったんですけど、まあ、立ち回りですね。風に乗るっていうのと、まあ、勝ってる時に限るんですけど、上で待つっていうのね、ちょっとやっていきたいんですけど、あと、つかみとかもね、やりたいんよね。よいしょ、最初大事。ほい。最初飛んで、次いけるね、これも。よいしょ。で、ここちょっと低空で、いけるかな？あー、うまい。いや、うまいわ。めっちゃうまいわ、この子。危ない危ない危ない。いや、うまいな。うまいっす、敵が。さあ、それで、これでやっと、点数が、よいしょ。ついて、さあ、ここでね、あ、なんで今話した？なんで今話した？あー、ダメだ、これは。まあ、内側一応入っときます。内側入っといたら次のね、ボタンがね、ちょっと早めにいける。で、これ、捕まれちゃうね。オッケー。で、ここやったね。ラッキーラッキー。で、次のボタン取って、この次のボタン取られるって分かったら、もうここら辺で待っときます。高重力の。あー、でもこれちょっと運悪かったな。よいしょ。で、ここで待っといて、オッケー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 。高重力にね、した方がいいと思うよね。まあ、今高重力なんでちょうど。いやー、まあ、ここら辺はね、運ゲーということで。あ、低重力にしちゃったね。まあ、いいけど。よいしょ。これはいけるか。はい。ナイス。よいしょ。さあ、ここで待っときます。オッケーオッケー。で、真ん中はね、ダイブせん方がいいと思う。低重力でこれ真ん中こうやっていくときね。ダイブはしない方が早いと思う、自分は。もう、でも日本サーバーはやばいよね。いつ入ってもやばい。ということで、まあ、絶対日本サーバーが一番レベル高いと思うんやけど、まあ、あんまり他のサーバーも行ってないけどね。よっしゃ、最初の1点。うわ、負けてない。OK。で、これも取りたいけど、それはうまいな。よいしょ。で、こういう時ね、まあ、今敵ね、
真ん中で待ってたんですけど、僕が買ってるので、今は。よいしょ。おお、やってくるな。あらららら。まあ、僕が買ってるので、真ん中でね、敵が待つってなったら、ボタン待ちしましょうか、じゃあ。ボタン待ちします。オッケーオッケー。で、下ろしてから、次の、く。いや、これ取られるか。取られるな。まあ、取られるときはちゃんと諦める。よいしょ。オッケー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 。え？よいしょ。で、ちょっと高く飛ぶ。あ、これもね、強いんよね。まあ、掴み対策でね。で、これですよね、さっきやった。これをして。まあ、それはもう無理。くうまいな。で、低空ね、これ。これも大事。これはもう取れないんで、諦めて、諦めて、まあ、何個かは諦めんとあかん。だからね、まあ、ある程度、運ゲーにもなりがちなんですけど、うまい。まあ、低重力なるって分かっていったんかな。おう。よいしょ。よいしょ。さあ、ナイス。これ分かったね。まあ一つ一つのプレイをね、正確にすることと、まあ、あとは初動プラス、ボタンの運かなっていう感じはね、してきちゃいますね。さあ、ファイナルですね、これ一応。日本サバのファイナル。うわっつ。まあこれ無理。まあできる限り高重力にしてって感じかな、真ん中は。これで高重力にして、よいしょ。よいしょ。あ、ラッキー？掴みしたいな、ちょっと。掴みの強いのをしたいけど。いや、これやばいかな。あっちから来る可能性ある。よいしょ。ここも掴み合いでね。真ん中を制す。よいしょ。いやー、これはだから真ん中に行って、こうですね。ラッキー。で、こうですよね。うまい。取られてしまう。よいしょ。よいしょ。うまいな、マジでうまい。日本サーバーほんまに怖い。でも6点、7点、買ってますね、今。7点買ってます。よいしょ。すごいさ、これ点数ペースめちゃくちゃ速くない？今回。すごいよ。よいしょ、ラッキー。低重力にしてくれ。低重力にしちゃったらこういうことがたまに起きますね。さあ、真ん中で、あ、ミスった。落ちちゃった。あー、やられた。よいしょ。で、ここで、こう。オッケー。ナイス。まあ、あとは、神技とか、まあ、些細な技が残ってるかな、まだ。自分どこやろ。敵がおるよね。オッケーオッケー。パイナップルに見える。なんかたまにボタン見にくいよね。ちょっとボタン見にくかったりするよね、たまに。よいしょ、こっちですね。よいしょ。よいしょ。で、こっち。あー、ルール分かってないかも、あれは。ルール分かってないかもしれん。よいしょ。おー、ナイス。なんとなく。ほい。で、まあ、ある技としたら、まあ、例えばここで風ついてるときに、こういうシチュエーションになるとします。で、ここを押して次あっち行くってなったときに、こっからね、こうやって押しに行けるんですよね。まあ、こういう技があったりとか、あとはね、まあ、ここでボタン押したときに、ここの透明橋がつきます。で、低重力のシチュエーションですね。ここでこうなります。じゃあ、ここら辺でジャンプしてダイブするとちょっと早いかなっていう感じかな。まあ、あとはもうさっき見せた技しかない気がする。まあ、こっちから、こう行ったりとか、まあ、あとは、こっち押したときに、あ、まあ、今ちょっと点数取るか。こうしたり、で、あとは、あっちの点数を、こうやって行ったりって感じかな。というわけで、なんか、真面目にやり始めたかもしれん。絶対ルール知ってて、適当にやっとってん、これ。で、ここはちゃんと透明橋に乗って、こう。でね、ここ取られるって思ったら、ここで待ったらいいかなっていう感じです。まあ、あと3ラウンドあるんで、実戦形式でね、
つかみできたらやっていきますね。つかみもね、強いつかみ方がね、まあ、これなんかツイッチ配信とかしてるときに、してた、他の人がしてた技なんですけど。さあ、最初はしっかり、あ、ちょっとスタート遅かったね、今。あ、取られたな、これ。うわー、これできつくなる。ハードモード来た。よいしょ、よいしょ、オッケー、ラッキー。こっちにあります。あっちですね、ラッキー、ラッキー。あ、ラッキーやけど、あ、やばい。あ、掴み行きます。で、ここで、こう。最後に、ボタンのギリ手前で、もう弾くんすよ。いきますよ。弾く。これがね、結構強いですね。さあ、そっち。よいしょ。まあ、掴みがね、起こりうる時ですけど。まあ、ほとんどね、掴みが起こらないんですよね、ボタンは。よいしょ。危ない。取れたけど、上浮いてんのか、これ、敵。大丈夫。で、こっからジャンプして、こうですね。で、ここで待っときます。あー、ミスったな。取られちゃうかも。で、向こうですね。よいしょ。あー、これも無理。オッケーオッケーオッケー。で、できる限り、掴まれる方ですね。掴まれる方になりましたら、まあ、できるだけ早くジャンプしたらね、なかなか掴めんかったりも、すると思います。掴まれるって思った時に、ちょっと早めにジャンプして、ダイブで届くぐらいのね、早めにジャンプですね。よいしょ。ナイス。さあ、今回、まあ、ラスト3人なんですけど、もしかしたら、あ、敵寄った敵寄った。あ、さっきファイナルで戦った人やね。もう一戦あるはず。一人は多分、感染ですね。かわいせえけど。よいしょ。さあ、ちゃんと最後までいといてくれるのか。感染の人。抜けたくなってくるよね。抜けた方が次のマッチ早せえもんな。よっしゃ、危ね。取れた。で、こっちですね。よいしょ。よっしゃ、よっしゃ、よかったかった。はい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 。ああ切られたから今ちょっと減速しましたね。まあ、ああいう戦い方めちゃくちゃ強いよな。よいしょ。さあ、ここで掴まれるときはちょっと早めにジャンプ。まあ、これちょっと一応掴まれ対策ですね。さあ、真ん中取られて。そっちか。これ掴まれないか。掴まれない。これも強い。あ、これめちゃくちゃ強いっす。成功率はそんなに高くないですけど、僕。今の見た？低重力、あ、高重力か。高重力で、対面のね、あっちの島まで行くっていう、めっちゃ強いっす、あれ。で、ここしっかり乗って、こっちですね、ラッキーラッキー。こっち行って、ここちょっと低空で無理やった。さあ、こっちやね。これはいけるかな？もう一回やりたい。あー、ちょっとミスった。まあ、結構難しい技です、さっきの技は。あ、ファイナルマッチ。やっぱりここまで通しても、初動のね、2、3点を一気に取っちゃったら、有利に運べますね。まあ、一番最初ね、11交換やったら、まあ、微妙なとこなんですけど、ラグ。さあ、これはいける。で、ちょっと早めにジャンプ。自分が早いときはね、早めにジャンプ。よいしょ。こっちやったね。いけるか？あー、そっちやった。まあ、ここら辺はしゃあないね。で、ここ押して。うまい。待って、よいしょ。あ、このキックも強いんすよね、真ん中。真ん中、高重力のときに、ボタンを押さずにキックして、いくっていう。いや、うまいね。よいしょ。で、しっかり掴みしていって、ここね。で、最後のここで離す。これがマジで強い。よいしょ、OK。いいよ。さあ、これは勝ったな。10ポイント差。で、ここで、ここ踏まずにこうやっていく。まあ、ちょっと今失敗しちゃったね。で、もう一回真ん中。OK。で、上に乗ります、僕は。この、透明橋、つけられるときは。さあ。OK。
ここちょっと難しいね、つかみ。いけるか？いや、ちょっと下手くそ。よっしゃ。これはいったんちゃう。あ、で、今回全然やってなかったけどね。このボタン待ちもめっちゃ強いんで、ボタン待ちやった方がいいね。基本的にはね。ということで、今日はこれで終わろうと思います。ありがとうございました。こんな感じです、ボタマの僕の一週間の成果。バイバイ。